ベガルタ仙台と浦和レッズの開幕節、両チームともにいいスタートを切りたいと語っていた。まずは浦和の攻め、12分興梠のヘディングシュート。まあ、特に前半は左サイドからの攻撃っていうのが非常に多かったですね。はい、でにわかにペースを握ってきたのがベガルタ仙台です。ポゼッションは押しなべて 60% 以上浦和レッズだったんですが、その中で右サイドから最後は長澤です。まあ、これが決定機の一つ挙げてましたけどね。そうですね、クロスに対して長澤が、まあ、高さヘディングの強さを生かして入っていく、はい、まあ、一つの形だったですよね。後半もう一つあったと思うんですけれども、はい、これは長澤の良さを生かした攻撃ですよね。前半は相手ボールを取りまして、37分、ハモン・ロペスの仕掛け、そして右足、最後は西川が横飛びでこれを抑えました。このハモン・ロペスも可能性感じさせましたよね。これはまあ縦に抜けて右足のシュートだったですけれども、はい、あの角度からカットにして左足のシュートもありますし、うん、やっぱあそこで前を向いて仕掛けた時のハモン・ロペスっていうのはパワーありますね。両チーム無得点のまま後半を迎えます。メンバーの交代はありませんでした。56分です。エンド変わって、そしてこの攻め、これですね、長澤のヘディングシュート、これが一番の決定機、はい、西川がこれをうまくさばきました。完全にボールは捉えましたけれども、コースを狙うだけの、まあ、余裕はちょっとなかったかもしれないですけどね。78分、やはり仙台です。ハモン・ロペスは相手にとっては嫌なところ、嫌なところへこれ位置取りしてきます。最後のシュートはキーパーですが、この左足のシュートは、ね、本当に魅力的ですね。ハモン・ロペス、はい、一度は食い止められたかに見えたボールをもう一回強烈なシュートまで持っていきました。さあ、浦和の攻めは88分のこれを取り上げたんですが、改めて柏木です。右足、これ惜しかったですよね。そうですね、右足でした。当たってうまく自分の目の前に来たボールを、どうですかね、これシュート狙ったと思うんですけどね。で向こう側には杉本がいました。あ、まあ、結果的にはオフサイドになったんですけれども、はい、惜しいプレーだったですね。はい、キーパーからの長いボールを90分です。胸で落としてハチスカ、最後は枠を捉えませんでしたが、最後の最後まで攻めるぞという姿勢を見せた、そんなシーンです。